もしもし、こんにちは。こんにちは。なんで笑った？バカにしたのか、私を。バカじゃない。よかった。何歳？16です。ってことは高校2年生？1年生。あ、1年生だ。入学おめでとう。ありがとうございます。もう2学期だけどね。学校は行ったの？今日。頭が痛くて、途中で帰ってきました。あ、招待したってこと？あ、そうです。あ、大丈夫？全然。もしかして僕のことを考えすぎた？寝るんだよ、ちゃんと。あ、ちょっと寝ました。あ、よかったよかった。え、部活とかしてんの？部活はしてないですね。あ、しないんだ。はい。習い事は？習い事がバトントワリングってのしてて。バトントワリング？はい。え、何？バトン？バトンをこう回すやつ。あ、そうです、そうです。あ、なんかダンスしながらみたいな？あ、そんな感じの。飛んだりするっけ、あれ？飛ぶ？あ、ちょ、違うか。バトンをこう投げたりするのか？あ、そうです、そうです。あ、そうだ、そうだ、そうだ。あ、でもさ、なんか大会があるの？大会とかあります。何したら1位になれるの？まあ、技の綺麗さとか。ニュンニュンニュン。何？まあ、ちゃんと技ができてるかとか。ニュンニュンニュン。どうなの、君は？あ、私は一応、ちっちゃい頃からやってるんで、まあまあ、できます。すごい。もう自分でそれ言える、かなりの自信ですね。まあ、ずっとやってきてるんで。くじ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 、マシンだ。あ、そうです。手癖が悪そうしね。すいません。彼氏とかいるんですか？彼氏はいないですね。いないんだ。欲しくない？まあ、いい人がいたら。いないの、高校に。いない人はいないですね。イケメンとかは？イケメン、まあまあまあ微妙症だね。なんか好きなタイプとかないの？好きなタイプ、身長高い方がいいかな。やっぱ身長大事か。うん。高いってさ、どんくらい？175くらい。結構だね。私も高いから。もう私より高かったら。え、何センチ？167。え、高いんですけど。結構女子の方でトップクラスでしょ。あ、結構高い。で、スタイルとかもいいんだね。そうなのか。そうだよ。え、なんか趣味とかある？趣味は音楽聴くこと。何聴く？推しが歌い手さんで。なんかプロフィールに書いてたっけ？そうですね。イレイスだったっけ？あ、そうです。わかりますよ。イレギュラーダイスですね。え、わかるんですか？わかります、わかります。イレギュラーダイス。株式会社ボイシングの。そうです。そうですよね。わかりますよ。下ポラとか、シクホニとか。あ、すごい。めっちゃ知ってくれてる。あ、違う。なんか独立したんだっけ、どこかが。シクホニがですね。あ、そっかそっかそっか。そうだ、すいません。いちなみに、推しはその中で誰でしたっけ？私は、イフくんですね。イフくんね、うん。青の子ね。あ、そうです。英語で歌ってみたいな人だ。あ、はい、そうです。ライブとか行ったことあるの？ありますよ。え、あるんだ。はい。じゃあ、もうガチのファンじゃん。え、どうだった？え、かっこよかったですよ。うわ、いいな。行きたいな、私も。なんか好きな声とかありましょう？好きな声は、イフくんみたいな。イフくんはさ、何系なの、声で言うと。え、なんだろう、お兄さんみたいな。大人系ってこと？ですね。一緒に言ったら、私も結構大人っぽいしかいない、声は。そうなんですか？え、そんなことない？今の？今、もちろん。お待たせ、お嬢さん。かっこいい。でしょ？はい。イフくん似てますよ。似てはないかも、だけど。少々ね、すいません。調子乗りました。私も似てると思ってないんで。全然おこがましいです。なんでなんで？ありますかって。ありますかって。まあ女の子を惚れさせることは趣味かな。おお、まあ、趣味っていうか、なんでだよ、生きる理由みたいな感じ。何ですか？天命というか使命。そう、かっこいい。でしょ。まあ惚れてると思うんですけど、もうすでに。え、変な人だと思ってますか？いや、全然全然。どんな人ですか、私。面白い人だなって。じゃあ、ありかなしかで言うと、なし。なしなんかい。なしか。なんでなんで？違う。何、声がやっぱ嫌いってこと？いや、そういうわけじゃない。そうだよね、僕の声なんかもう嫌いだよね、それは。私なんか死ねばいいんだ。なんか、いや、全然、今の声もかっこいいけど、地声なのかなっていう。まあ正直、地声ではないでしょ。あ、地声ではないです。どうですか、地声じゃないって聞いて。いや、これどうなのかなって。もう気になってきちゃった？あ、そうです、ね。気づいてないでしょ。気づいてないでしょ。気づいてないかも。それ惚れてんだよ。そうだよ。聞きたい？地声。聞きたいですね。今なんかさ、めちゃめちゃいい声なんだよなとか思ってない？ちょっと期待は来てます。じゃあちょっと本気出すしかないな。本気出していい？はい。じゃあ行くぜ、お嬢ちゃん。もしもし。え、何？めっちゃかっこいいです。思ってないでしょ。絶対思ってないでしょ。いや、まあ嘘しよう。分かってたでしょ、嘘って。そうですね。じゃあちょっと本気出していい？本当に。あ、もしもし。え、
目？うん。可愛い。めっちゃ可愛い。いや可愛くないです。え本当に？え本当に。本当に？本当です。本当に？本当だよ。え可愛い。いや可愛くないよ。えさっきの声誰って出した？え普通に。え本当に？何が？え男の方？女の方？いやまあ一応男です。なんで女の子っぽいですか？めっちゃ可愛いです。いや君の方が可愛いじゃん。え何？似てるなって。めっちゃ可愛い声。似てるな？なんかその私の好きなタイちゃんの声になってる。好きな誰？空猫くん。一個の次ぐらいマジで。あ空猫くんが好きなの？そうです。に似てるって？似てる気がする。えめっちゃ嬉しい。ありがとう。もう一回さっきの声。あ、もちもち。すごい。何？めっちゃ面白い。え、なんか、両生類？え、カエルじゃないです。あ、そう。かわいい声も、男の人の声も出せるみたいな。かわいい声も、かっこいい声もってことでしょ？そうです。なんで男の声って言ったの？もしかして、かっこよくないから、さっきのが。いや、そんなこと。ひどい。悲しいよ。待って、超可愛いです。え、さっきの人？もうすごい。なんか元気になってない。何歳？75歳。75歳か。おじいちゃんなのかな？あ、もしもし。すごい、でもさっきの元気だからもう可愛い。めっちゃ好きです、声。ありがとう。すごい。サタボってわかる？これは何棒かわかんないけども。スタボでもいける。じゃなんかもうちょいなんかショタボっぽい声出せるよ。あマジですか？えショタボ好き？好きです。じゃあショタボ出してみる。もしもし。すごい。なんでそんなに声が出せる？何？ありがとう姉ちゃん。かわいい。でもさショタボとさイケボだったらどっちが好きなの？さっきのはイケボじゃないからってこと？あ、さっきのイケボ？さっきのイケボに含まれてないんだやっぱり。悲しい。めっちゃかっこいいけど。ありがとう無理してくれて。いや、かわいい。かわいくない。本当にかわいい。かわいがってくださいじゃあ。かわいい。ありがとう。かわいい。ありがとう。え、でもさ、イケボも頑張ってみたい。絶対できる。絶対できる。ちょっとハードル上がってない？なんでも私そうです。いやそんなことないよ。ちょっとやってみて。はい。なんて言えばいいかな。名前呼んでほしい。名前は何？じゃあつばきで。つばきちゃん。はい。わかりました。やってみるね。はい。つばき。ごめん。でも練習したらですね。ちょっともう一回だけやらせてよ。はい。いきます。つばき。同じじゃないですか。めっちゃ好きです。伊福くんより好き？同じぐらい好きです。決めれないんだ。うわ悪い女の子だ。悲しいよ。選んで。選ぶか。うん。でも今はルノアさんの方が好きかも。ありがとうございます。いやー、イフ君のが好きかもしれないの。何でですか？